オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は11月第3週目にフランスで注目されたニュースを、第2部は第1部で取り上げた中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは、11月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。フランス人女性、カナダのケベック州でフランス語レベル不足で永住権申請を却下される。11月9日土曜日、フランス人女性のエミリー・デュボアさんがカナダのフランス語圏であるケベック州で申請していた永住権の取得を、フランス語の能力が不足しているという理由で却下されたと報じられ、注目を集めています。増える若者や女性の新規就農。11月12日火曜日、2018年度にフランスで農業に新規参入した人のうち 70% が40歳未満の若者で、さらにそのうちの 40% が女性であるとフランスメディアが報じました。フランス、エコ対策でレジのレシート削減案。11月14日木曜日、フランス政府はエコロジー対策の一環として、レジで渡されるレシートの金額が10ユーロ未満の場合、自動的な配布を禁止する法案を検討すると発表しました。レジでのビニール袋配布禁止に続き、環境対策の強化を目指しています。黄色いベスト運動1年、週末に大規模なデモ。昨年11月17日に始まった黄色いベスト運動から1年が経過しました。当初、政府が発表した燃料税値上げに反対して起こったこの運動は、毎週土曜日にフランス各地で行われるようになり、社会的格差への不満を訴える一大ムーブメントに発展しました。今でも続いているこの運動ですが、時間とともに規模が縮小しています。16日土曜日、1年を記念して大規模なデモが呼びかけられました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は、増える若者や女性の新規就農、です。11月12日火曜日、2018年度にフランスで農業に新規参入した人のうち 70% が40歳未満の若者で、さらにそのうちの 40% が女性であるとフランスメディアが報じました。フランスは若者の就農を促進するため、1973年に青年就農交付金が創設されました。この青年就農交付金は、若者の就農を財政的に支え、経済的に自立できるように支援することが目的で、交付金の平均は年額およそ1万5000ユーロ、約180万円です。欧州農業開発基金、さらに国家予算が財源として充てられています。
交付金の受給条件は、初めて自営農業主または経営者として就農すること、交付金申請時に18歳以上40歳未満であること、農業の職業バカロリアレベル4や農業技術資格免除などによる専門知識を有していること、4年間で実現可能なビジネス計画を提示し、年間の最低賃金と同等の収入を確保できることを証明することとなっていて、さらに最低4年間は事業主であり続けること、会計管理を行うこと、業務計画を実行することという条件がついています。また、交付が決定した場合は9ヶ月以内に事業を開始しなければなりません。この青年就農交付金によりフランスでは若者の農業定着率が飛躍的に伸び、交付金を受給した人の10年後の農業定着率はおよそ 95% に上ります。また新規就農する40歳未満の若者は年々増加傾向にあり、2018年は新規で就農した人のうちおよそ 70% が40歳未満で、さらにそのうちの 40% が女性で、女性の新規就農が目立っています。順調に新規就農者を増やしてきたフランスですが、農業協同組合は新規就農者の数が減少に転じ、2017年に比べ新規就農者の数がおよそ400人少なくなっていると発表しました。また、2008年以来増加傾向にあった40歳未満の新規就農者の平均農地面積は、2017年の37ヘクタールから初めて 35.6 ヘクタールへと減少しました。一方、40歳以上の新規就農者の平均農地面積ははるかに低く、およそ25ヘクタールです。同じ農業であっても、それぞれの分野で収入に大きな格差が出ていることも明らかになりました。最も収入が少なかったのは畜産業で、1ヶ月の平均収入はおよそ620ユーロ、約7万4400円。最も収入が多かったのはワイン製造業でした。収入に大きな格差のある農業ですが、一方で自然の中でのびのびと生活を送ることに喜びを感じる人も多く、依然として多くの若者が青年就農交付金を活用して就農しています。今回はアンサンブル講師の大輔先生にご執筆いただきました。大輔先生、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。De plus en plus de jeunes et de femmes deviennent agriculteurs. Mardi 12 novembre, les médias français ont rapporté que 70% des nouveaux venus dans l'agriculture en France au cours de l'année 2018 avaient moins de 40 ans et que 40% d'entre eux étaient des femmes. La France a créé en 1973 une aide à l'installation des jeunes agriculteurs pour promouvoir l'agriculture des jeunes. La subvention pour l'agriculture des jeunes vise à soutenir financièrement les jeunes agriculteurs et à les aider à devenir financièrement indépendants avec une subvention moyenne d'environ 15 000 euros par an. Cette aide est financée par les crédits européens sur le Fonds européen agricole pour le développement rural, FEADER, et des crédits nationaux. Les conditions pour recevoir la subvention sont s'installer pour la première fois comme chef d'exploitation individuel
ou en société, être âgé de plus de 18 ans et de moins de 40 ans au moment de la présentation de la demande de subvention, disposer de la capacité professionnelle nécessaire, posséder un diplôme agricole conférant le niveau 4, présenter un plan d'entreprise qui va se réaliser sur une période de 4 ans et permettre de dégager un revenu au moins égal à un SMIC net annuel à son terme. Par ailleurs, la personne s'engage pendant 4 ans minimum à rester chef d'exploitation, tenir une comptabilité de gestion, mettre en œuvre son plan d'entreprise. De plus, une fois la demande acceptée, le bénéficiaire devra mettre en œuvre son plan d'entreprise dans un délai de 9 mois. Cette subvention pour l'agriculture des jeunes a considérablement augmenté le taux de jeunes agriculteurs en France et la proportion de personnes ayant bénéficié de cette subvention a atteint environ 95% en 10 ans. Par conséquent, le nombre de jeunes de moins de 40 ans, nouvellement agriculteurs, augmente d'année en année. En 2018, environ 70% des nouveaux agriculteurs ont moins de 40 ans, et notamment 40% d'entre eux sont des femmes. Bien que le nombre de nouveaux agriculteurs ait progressivement augmenté en France jusqu'ici, la mutualité sociale agricole a annoncé que la tendance s'était inversée avec une baisse de 400 chefs d'exploitation par rapport à 2017. En outre, la superficie moyenne des terres agricoles des nouveaux agriculteurs de moins de 40 ans, qui était en hausse depuis 2008, a diminué pour la première fois en passant de 37 hectares en 2017 à 35,6 hectares en 2018. D'autre part, les terres agricoles moyennes pour les nouveaux agriculteurs de plus de 40 ans sont beaucoup moins importantes, environ 25 hectares. Il a aussi été révélé qu'il y avait une grande disparité de revenus dans chaque domaine au sein de l'agriculture. Le domaine de l'élevage a le revenu le plus faible, avec un revenu mensuel moyen d'environ 620 euros. Les viticulteurs auraient par contre le meilleur revenu. Il existe donc de grands écarts au niveau des revenus, mais d'un autre côté, de nombreuses personnes sont ravies de vivre dans la nature et de nombreux jeunes utilisent ainsi l'aide à l'installation des jeunes agriculteurs. Sébastien 先生、ありがとうございました。フランスは農業大国なだけあり、政府が積極的に若者の新規就農を支援しているようですね。農業が次の世代に長く受け継がれていくことを願います。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方はオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では 96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、
会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ、購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブランフランセは、毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組、アラカフェットも配信していますので、ぜひ、合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに、素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。